これ山口さん回ってます？はい、回ってます。あのすみません、あの記録用にいつも僕たちこれ適当に喋ってるそうです、結構いろんなこと言って忘れがちになるから、なんでちょっと記憶用に。そうですね、今日はちょっと打ち合わせをね。いや、はい、そうなんですよ。だからこれからちょっとどうしていこうかなっていうところを考えてて、やっぱりちょっとスポーツね、2020年東京オリンピックありますから、僕はちょっとスポーツね、あれどうします、あの前やった無茶ぶるぶんとか、まあやっぱね700人ぐらいになったんで登録者数が、はいはい、ちょっとね面白いことをやろうかなっていう。無茶ぶるぶんか、金もな。まあでももうすぐね松岡さんと本人のまた直接対決あるんで、いや、あの松岡さんには基本的に僕はもう真面目な話を聞きたい、ね、あのやっぱり錦織圭選手がなぜか強くなったのかとか、ここ何をしてたのか。でももしかしたら松岡さんがまた前回みたいに無茶ぶりをするかもしれないんですけど、まあもういいんじゃないかな、それは。まあしてくて、まあもはや今の僕でも滑る滑んないという概念もなくなってますから。お笑いやんないんですか？あ、ゴニアチャンネルで。そう。いや、全然それはそんなことないですけど、でも、まあ、頻度減らしていいんじゃないですか。もう、半年行って、まあ、1年に2回。最悪、もうちょい経ったら、もうほぼいいですよ。オリンピックとして。1年、4年に1度みたいな、うん。全然やんないつもりなんですね。やんないってわけじゃないですよ。っていうか、まあ、面白くないんですよね。なんか矛盾してますけどね、お笑いって言ってるのに面白くないですよ、お笑い。そろそろコニワチャンネルで、うん、あの僕が全部企画して、うん、でもコニワさんがその企画に乗っかるっていう感じでやりませんか？あ、それいいかも。企画名が10年目のヒューマンアカデミー。10年目のヒューマンアカデミー。はい。